はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、久々に、ギネスの、エクストラスタウトっていう瓶のやつですね。俺がギネスの中で、まあ、ギネスって、ギネスビールね。まあ、黒ビールなんですけど、2種類しか大体飲んだことないんですが、まあ、一つは缶のやつ。で、もう一つはこの瓶のやつ。で、この瓶のやつは、俺、缶のやつの方が好きなんですよね。缶のやつの、ギネスは本当に美味しくて、まあ、むちゃくちゃ美味しくて、ビールの中で多分一番好きなんですけど、まあ、あえて、なんか最近スーパーでこれよく見るなと思って、買いました。ね。それでは、こちらはですね、泡立ちが粗い。ほら、泡が粗いんだ。原材料が、麦芽とホップと大麦。アルコール度数 5%。容量が 330ml。原材料がアイルランド。となっております。エクストラスタウト。でも一応、ギネスだと、こっちの方が、まあ、美味しいっていうか、なんだろう。ギネスビールって、こっちの方が値段高いんだわ、缶のやつ。いわゆるドラフトギネスってやつ。缶のやつがドラフトギネスってやつ。だいたい 350cc の缶、まあ、330cc の缶で、値段が250円ぐらいなんですよ。あれ、こっちと変わんねえか。値段。大して変わんねえか。まあ、乾杯。薄い。薄い。薄い。やっぱり薄い。やっぱりドラフトとスタウトはね、薄いね。エクストラスタウト、薄い。薄い。なんでこれ、こっちまずいんだわ、こっちのギネスビールは。本当に。缶のギネスビールは本当に美味しいんだよ。缶のね、玉が入ってるやつね。泡を発泡させる。泡？これを、まあ、俺以前ね、ハブバーっていうバーで飲んできたんですけど、ドラフトギネスの、普通の、樽のやつね。樽生のやつ。まあ、ぶっちゃけて言うと、缶で普通に自宅で飲んだ方がうめえと思った。ドラフトギネス缶はですね、ギネスの魅力はその繊細でクリーミーな泡だが、家庭用の缶ビールでこれを実現した商品。スーパーマーケットなどでも手に入る。330cc の、缶に封入されたフローティングウィジェットと呼ばれる、直径3センチぐらいのプラスチックの玉が入っている。そのため、缶を手に取った時、コロコロと缶内でウィジェットが転がる音がするが、異常ではない。このウィジェット内に、窒素ガスが、封入されており、開封された時にウィジェットの小さな穴から内部のガスが放出される。それによって繊細な泡を発生させる仕組みになっている。このギミックには欠点があり、ドラフトギネス缶は、冷蔵庫で最低でも3時間の冷却を行わないと、ウィジェット内のガスの圧力が強くなりすぎて、ビールが噴出する恐れがあると、缶に記載がされている。なるほどね。その他に、樽詰めギネス。主にバーやパブにおいて、ファインドグラスで、飲むことができる。工場から最短ルートで消費者に提供されるため、生ビール同様に、最もビールとしての味を楽しめる商品である。
ギネス最大の魅力であるクリーミーな泡を最も味わえるのもこの商品であるって書いてあるんだけど、ウィキにはね。ただね、缶で飲んだ方がうまかった、俺は。ハブバーで俺飲んだんですけど、ギネスビールで。絶対、ハブバーで飲んだの確か、いくらやったっけ、ギネス。あれ、高え、500円ぐらいじゃないな。ハブバー。ハブバーね、ハプニングバーじゃねえんだよ。なんか、ハブバーで検索した。ハプニングバーなんだよ、出てきた。ハプニングバー行きたいけど、行ったことない。多分動画で残したと思うけど、ハブバーで。ギネスビールが2分の1パイントグラスで510円。ですね。510円。うん。高い。2本買える。ぶっちゃけ言っちゃうと2本買える。2本買えちゃう。缶のやつは2本買えちゃうんで。で、しかも明らかに多分美味しいかって言われると別にって感じなんだよね。だから、バーで飲むよか。多分普通に買って飲んだ方がうまいと思う。缶で。で、その際俺がおすすめする飲み物、飲み方なんだけど、だいたい 330cc の容量でしょ。で、このグラスだと小さいんだよ。うん。330cc の容量で、さらに違う。飲むのにはね、もっとでかいグラスが必要な。言うたら、これとか。これ 600cc だけど、これ 600ml のグラスなんだけど、こんぐらい。もしくは 500cc ぐらいのグラス。多分ベストなのが 500cc のグラスかな。で、これが缶だとすると、缶をプシュッと開けるじゃないですか。で、開けて、もういきなり、こうやってブワーって注ぐ。これ一気にもう真っ逆さまにして、ビヤーって注ぐ。これが一番うまい飲み方、ギネス。もうその秘書感を全部出さないといけない。ギネスの飲み方として。だからでかいグラスが必要。容量プラス泡の容量を考えると、でかいグラスが必要なんですよ。だから 330cc としても 500cc ぐらいの容量のグラスがいいです。で、一気に真っ逆さまにすると泡が立ちやすいのと、そうですね、ギネスの最大の魅力と言ってもいい。クリーミーな泡なんですが、それがやっぱり立ちやすい。こう、魚にすると、こう、ビャーってこう、なるじゃないですか。液が出るでしょ。それでもう、立つんだ、泡が。それによって、衝撃によって泡が立つんで、こうやって、こう傾けてちょろちょろやってると、全く泡が立たない。ギネスはそもそもがして泡が少ないので、もうマジで立たせるぐらいの泡じゃないんですよ。全然立たない。こんなちょろちょろやってたら、これぐらいしか立たないんで、本当に。ギネスは、それぐらい泡が少ないビールなんですよ。
なんで、その泡を最大限に出すために、一気に真っ逆さまにして、ブワーッと注がないと、泡が立たない。なんで、まあ、泡を、まあ、立たせることですね。で、これはエクストラスタウトって書いてあるけど、理解ができないのが、どこがエクストラでスタウトなのかっていうのがさっぱりわからないです。で、缶のやつはドラフトギネスっていうやつなんですけど、ドラフトギネスって、うん、まあいいや。よくわかんないんだけど、ドラフトってなんか、軽いっていうような俺のイメージなんですよね。ドラフトっていう英語が。どこが軽いのか全然わからないですよ。真逆なんですよ。で、エクストラスタウトって、エクストラなスタウトってことじゃん。で、スタウトってそもそもかなり濃いビールなのに、全然これ濃くないんですよね。薄いんですよ。で、ウィキペディアにはこう書いてあります。ギネスエクストラスタウト、これですね。は、昔ながらのギネスで英国のパブで長年親しまれてきたボトルビールである。日本国内の、飲食店や商売店で見かけることはあまり多くないが、ショットバーのような場所で見かけることができる。かっこその代わり、樽詰めギネスがない場合が多い。一見には何の変哲もないボトルビールだが、当然ながらクリーミーな泡は健在であるって書いてある。いやいやいや。めっちゃ荒いやん、泡。何言うとんのって、いう話なんですよ。全然荒いんですよ、泡は。ああどこがって。で、あとよくあるのが、俺はあのグラス持ってんだけど、ギネスビールの専用グラスみたいなのある。ギネスって書いてある。こういうギネスって書いてある。俺買ったんだけど。買ったんだか忘れたけど。あの、グラスね。それだとね、入らないんだ。あれなんだよな。俺もこれ、持ってんだけど。ギネスのグラス。これかっこいいでしょ。これ 330cc だから、これビャーって注ぐやん。もう当然ながら溢れるんだよね。で、缶のやつでも溢れるんですよ。だから、ギネスって書いてある、このグラス、だからといって、溢れないとは限らない。普通に溢れるんで。あんまり、このギネスビールでギネス、このギネスの、あれで飲んだことないんですよ。なんでかって溢れるから。もうちょっとでかくしてくれって感じ。容量もうちょっとでかくしてよ、って感じなんですよ。なんでさ、ギネスを飲むのにさ、こうやってギャーって注ぐのに、ギネスって本当に、うん、まあ、ギネスはね、対して、やっぱり瓶のやつは美味しくはない。一回飲み比べるといいでしょう。まあ飲み比べなくても普通にわかるんだけどね。もうこの液体の部分を飲んだらもう大体わかる。もう明らかにその、苦味とコクですね。主にコクですかね。まあ、苦味も足りないんだけど、コクも薄いし、苦味も薄いんだ。このエクストラスタウト。だから、俺がスタウトでうめえと思ったビールってほとんどないんだけど、あの、ギネスの
その、缶のやつと、もう一つはアサヒのスタウトだね。アサヒのスタウトは確かアルコール度数 8% ぐらいあるんだっけ。ね、あれですね。あれは本当にうめえなと思ったんで。黒ビールで、まああれが、2強ですかね。あとはほとんど、黒ビールでうめえなと思ったの。そんなない。うん、ないんで、まあ。まあ、にしてもこれ、330cc でこれ250円しますからね。これを買う価値ないでしょ。普通に。コク薄いし。香りもないし。ダメだね。2322です。ご視聴ありがとうございました。